ポンちゃん、おはよう。今日はポンちゃんがここなんだね。ポンちゃん、少し開けようか。いい感じだね。気持ちいいね。はい、かわいく窓の外を見ているジャン君とポンちゃんですが、あと30分するとですね、NTT のおじさんたちがこの部屋に来ますよ。なんか工事をするそうですよ。お二人とも大丈夫ですか？もう今から向こうの部屋に行っといた方がいいような気がするけど、でも日が当たってんだよね。30分経ってからでもいいけど、でも、パニックにならないでね。あと1時間ぐらいは日向こう当たんないかな。少し高い位置にはね、日が入ってきてるんだけど。ジャン君、ポーちゃん。びっくりしてバタバタしないようにしようね。今ですね、光回線の工事が入っています。そこでジャン君はここにいます。キャリーの中に入って逃げたので、一応扉を閉めてあります。これで逃亡の可能性はないと。ただちょっとビビってるだろうなぁと思うので、早く終わるといいね。そして、ポンちゃんは平気で寝ています。あ、ポンちゃん。おじさんが部屋の中をうろうろ工事をしていても全然平気でした。なんだったら足元で寝てたもんね、さっき。ちょっと危ないからどかしたけど。ポンちゃんは根性座ってます。ジャン君、キャリーから出てきました。ただね、もう一回おじさん来るからね。そして午後にはまた別のおじさん来るよ。大丈夫、ジャン君。キャリーさえあれば大丈夫。大丈夫ですか？なんか音がしてるね。ジャン君、ジャン君、今日は2回もおじさん来て、なんか興奮したんでしょ。さっきからなんかうろうろしていますよ。あい、あいで、あいちゃんかいで、はい、いい子です。ジャン君はおじさんが来るとキャリーの中に隠れてね、じーっとしてたのね。ポンちゃんはベッドで人がいても全然平気で寝ているのに、ジャン君だけ寝ていました。あ、寝て、隠れていました。そしておじさんがいなくなると部屋の中を、まあちょっとチェックしにっていうのもあれね。そしてうろうろしてポンちゃんと走り回って、
ポンちゃん、ポンちゃん、ジャン君。はい、ジャン君。はい。はい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 。はいはい。ポンちゃん。これはどうだ。遊ばないか。なんかそういえば遊ぶものをもらったんだよね。どこに置いたかな。ちょっと落ち着いてきたか。なんかね、今日は一日わさわさしちゃいましたね。あとはのんびり過ごしましょう。ジャン君、ジャン君の顔面白かったよ。下からね、電気が当たってるジャン君の顔は面白かわいかった。